ございます。ラスカルでございます。ちょっと先日ですね、麺屋けりゅうさんがツイッターの方でメニューのレシピを公開したんですよ。で、それがねめちゃめちゃ食べたくなったので、またねけりゅうさんのラーメンを取り寄せまして、そちらとねその豚スタミナを合わせてね今回はいただこうと思います。なのでまずは豚スタミナの調理に移りたいと思います。ツイッターで公開しているレシピが豚バラスライスをね約3キロ仕込む時のレシピなんですけど、今回ね買ってきた豚バラスライスが約1200グラムぐらいなんで、半分ぐらいの分量で漬けダレを作っていきます。まずお醤油を150とで、みりんを200と、酒もはい200で、おろしにんにくをレンゲ 1.5 杯分で、刻み玉ねぎ、刻んでなかったよし、ざっくりでいいや。で、この刻み玉ねぎをレンゲ 1.5 杯分ぐらい、こんなもんってこと？こんなもんだよね。うん。それでごま油を30入れて、で、鷹の爪を5杯1、2、3、4、5と、味の素を10、1、2、3、4、5、6、7、8、9の、はい、これで10と、こんな味の素使ったことないわはい、こんな感じでレシピ通りの元ダレは完成でございます。味の素がね、だいぶ溶けなくてザラザラしてる。ここにね、お肉を漬け込んでいく感じですね。ちょっと余った玉ねぎは取っといて。今日用意したね、こちらが 1.2 キロのバラ肉。半分に、よいしょ。これを全部中に入れると。で、一旦漬け込み用にね、よいしょ。ラップをして、これを冷蔵庫で冷やしていきたいと思います。そしたら、今ね、漬けてる間にラーメンの準備をしていきたいと思います。今回はこちら、ラーメンのスープですね。これを一応4袋作って、ラーメンの方がね、茹で前で 1200g の麺を使って、でっかいね、ラーメンを作っていこうと思うんですけれども、これにプラス、今回はこちらの辛いラーメンのスープも購入しましたので、これはね、1袋、300g で作って、ちょっとね、その豚スタミナ、両方とも乗っけてね、その味の違いとか、まあ、どう合うかっていうのをね試してみたいと思います。よし、まずは湯煎からだ。それでね、さっきのスープと合わせてこちらの油も一緒に湯煎していきます。はい、オッケーと、えこれでしょ、どこでしょ、よし、スープの方に火をかけてと、よし、お、持って、よいしょ、はいと、こっちも火にかけて、もちろん今日も時間があるのでこの子いただきたいと思います。アイス、やった、うめえ。今日使う豚スタミナなんですけれども、さっきつけてあるお肉とは別にね、レシピには玉ねぎも必要みたいなんで、この時間にね玉ねぎの準備をしていきたいと思います。まずはさっき残ってた玉ねぎを、勝手なオリジナルなんですけれども、はい、ニラを用意したんでこちらも入れていきます。こんな感じかな。最後にね、二郎系には欠かせないニンニクちゃんも刻んでいきます。今ねスープが沸けたので、一旦ちょっとこれを外しましょう。豚スタミナのね準備に取り掛かります。先ほどねつけたお肉ですね。よいしょ。一旦これを取り分けを、今お肉とタレに分けましたので、タレはね取っておきます。スタミナの調理と、まず火つけて、ここに油を引いて、でお肉を入れていきます。お肉多いな、うん、よいしょ、よいしょ。ちょっと量が多いんで、これ残ったのは取っておきます。結構な量あるなこれ。お肉をね、やってる間に野菜を一緒に茹でていきます。で、前の麺を茹でるやつだと野菜があんまり入りきらなかったので、このパスタ用の30センチのね、買いましたんで、これで野菜を茹でていきます。よし。
これでいってらっしゃい。でこっちもだいぶお肉の火が通ってきたので玉ねぎと、あやべえ、ごめん、ちょっとねレシピ間違ったわニンニクを先に炒めなきゃいけなかったんだけど、これもじゃあちょっと後入れで、よし、今日の野菜はじゃあこんなもんでいいかな。めっちゃうまそうじゃない、絶対うまいもん。ちょっとこれ味見していい？うまっ、これうまっ。よし、ちょっとこれ火が入ったので一旦移して、またねスープを再加熱と。今お芋沸いたんで麺を茹でていきましょう。で麺はこんな感じ、やっぱ最高にうまそうでしょ、うまいんだよはい、そしたら麺を投入していきますと。よし、で今回は4分10秒でよいしょ。ステーキの茹で時間はね4分から6分ぐらいらしいので、まあ今日もね短めに設定してあります。で今ね麺を茹でてる間に先にスープの準備をしたいと思います。でね見てこれかわいい、ギリュウさんのね丼も買ったんで、こっちは辛い方、これが普通のラーメンを入れていきますね。これ袋からやる場合はスープねしっかりとこう混ぜて、返しと油とスープを合わせてあげてください。あ、間に合わないや少々お待ちを。熱い、熱い、まずは300の麺取んないとね。よいしょ、よいしょ、で残りをラーメンの方に入れて、よいしょ、で野菜と辛いラーメンの豚を入れて、うちも残りの豚を、そしたらスタミナをまず先にデンと、絶対うまいじゃんこれ。でこっちにもうまそう、まずニンニクを入れて、最後に油だ、いやだ、辛いのについている付属のこの唐辛子を上からかけていきます。はい、ってことで今普通のラーメンと辛いのですねスタミナ添え完成いたしましたんで、向こうで食べていきます。はい、ということでね今こんな感じで両方完成してこちらのお部屋に持ってきました。いやラーメンはねお店では食べてるんですけど、このネット販売については初めてなんで、もうめちゃめちゃ楽しみでございます。いただきます。まずじゃあノーマルのラーメンから。あーうまっ、あーやっぱうまいわ。うん、ちょっと麺をよいしょね、豚感がもうめちゃめちゃ濃いの、だしの密度がすごいうめえな、うん、ちょっとこのスタミナ肉と合わせて、うまっ、よりパンチが出るわ、うん。キリュウさんのスープってまろやかなんだけどもうめちゃめちゃ濃くて、でも豚の骨の香りは強いんだけど、ドンってくる
強い香りってよりかはこうゆっくりまろやかに広がるんだけど濃いみたいな印象なんですね、僕の中では。ただこのスタミナ肉を合わせることで入れた瞬間の攻撃力がね、もうすっごい上がる。食べ応えといい、なんだろう、この満足感といい、これすごいわ。うん、うまっ。ちょっと辛い方も一緒にと。すすったら、きた。ちょっとそのまんま麺も。桐生さんの辛いの大好きなんですよね。スタミナと一緒に、パンチ力増すね、やっぱり。ただラーメンの方はやっぱりまろやかだから初動のこのパワーがね上がる感じなんだけど、この辛い方に関してはそもそものね初動が強いから、辛いラーメンの方が個人的にはなんか合ってる気はする。あーでもこれ元気になるわ。うん、名前の通りめっちゃスタミナつく。一気に汗が出てきて今。あーでもお店でも食べたいな、またうまいんだ。あー豚うめー。ごめんね、今日ちょっとアップにしなかったけど、豚でございます。これ柔らかい、めっちゃうまい、そしたらそろそろいっちゃいたいと思います。よし、うん、あーでも汗が止まんない、あっつ。辛いのに、うん、これビール合わせるでしょ。最高ですよね。この豚スタミナはめっちゃ美味しくて、あの作るのは簡単なんだけど材料がね結構あるじゃない。だからあの好みの味に調整したりとか、結構ねアレンジするのとかも簡単だと思うんですよ。ちょっと今なんとなく食べながら考えてたんだけど、この豚スタミナに少し砂糖を足してこれ冷やし中華の具にしようかなと思って、この豚スタミナにタルタルでしょ、でキュウリと錦糸卵、いやこれは味玉だな、大美味しい。夏作ります。うん、
でも合わせてももう麺量多分二郎系の大ぐらいだね。もうなくなっちゃうな。辛い方は完食でございます。よし、あとはラーメン。そしたらこれが最後の一口でございます。まったごちそうさまでした。はい、ということで今ね、桐生さんのラーメンと辛いラーメンに豚スタミナ完食いたしました。いや、めっちゃ美味しいわまあもちろんね、ラーメン自体もともと、まあ二郎系なので、普通のラーメンと比べてもちょっと塩分とかが高いものになります。なんで、豚スタミナに関しては、まあ塩分とかね、醤油の感じ、ちょっと個人個人ね、調整しながら味のバランスを整えて食べると、もうめちゃめちゃうまいと思います。まあ名前の通りね、こうかなりスタミナがつくような食材ばかりなので、これからのね、暑い季節に向けて、ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。またね、このラーメン、辛いラーメンについてもネット通販の方で購入ができますので、概要欄に記載してある桐生さんのネット通販ページの方も合わせてご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。